皆さんこんにちは、バナリグルビシです。では今回は新ギレンの野望キシリア編続きをやっていきたいと思います。前回ですね、奪われていたソロモンを、奪還したというところまでお届けしたと思います。今回その続きになるんですが、暗礁中域からおそらくルナ2を発進した、連邦軍艦隊が、このままだとアバオアクーへとやってくる気配があるので、まずこのアバオアクーの戦力の増強を行います。そのため部隊を輸送していきましょう。ここは輸送した方が早いだろうという憶測ですね。リックドム部隊を残して全員移します。ジオングも移しちゃおう。リックドム4機、残してこれをアバオアクーへと移送。アバオアクーで敵を迎え撃つという形ですね。一部ね、この辺りの2隻コロンブスかな、輸送艦もどきがやってくるんですが、これはリックドムで迎え撃つのと、あとゲルググの量産型4機、これをグラナダで生産しているので、次のターンで、グラナダにゲルググ量産型改造済み4機が配備されます。で、一方キリマンジャロの方はズゴックを6機量産タイプ生産中なので、これも次のターンで配備される予定です。ではターンを進めていきましょう。まずはここはコロンブスを撃沈しておきましょう。やはり敵はバオアクーへやってきそうな気配ですね。ここはバオアクーで迎え撃った方がいいかな。変に艦隊戦を仕掛けるよりかは確実に勝ちにかかった方がいいか。げっ、基地中心部を制圧されただと。まずいな、キリマンジャロが危ないね。バオアクーは委任で肩がつくでしょう。いやー、しまった、キリマンジャロ自分で操作して何としても守るべきだったな。特別は資金系はちょっとやりづらいよね。ここは無難に当てていきましょう。で、キリマンジャロが奪われたのは完全に誤算というか、自分の操作をサボったせいですね。アクトザク部隊は一旦ちょっと展開しちゃいましょう。で、一旦休ませます。ソロモンは次バオアクーへと支援に向かう部隊と、あとはルナ2攻略に向かう部隊とで分けましょう。やっぱりあれだね、敵はバオアクーへと向かってきてますね。そうすると、シャアをちょっと乗せ替えたいなっていうところかな。いた、シャア。これ解任しちゃいます。で、同じくアーバーワークなんですが、舞台で、次のターンかな、ビグザムがやってくるはずなの。
ジオングがやってくるはずなので、そのジオングを使っていきましょう。あとここをちょっと制圧したいね。まあ、ただそれは悪党族部隊に任せればいいか。じゃあ守りを固めておきましょう。生産をソロモンで行います。で、問題はキリマンジャロよ。ここがまさかあっけなく落ちるとは。さてどうするかな。なんとか今いる部隊で型をつけるしかないので、いやー悔しいね、悔しすぎる。キリマンジャロ甘く見てたな、本当に。あそこに生産してズゴックがもう一ターン持ってくれれば持ちこたえられたかなっていう気はするんですが、ではターンを送りましょう。いや、その前にソロモンでしっかり生産しておく。生産するのはまずはザンジバル。ザンジバル作ったらもう何もできなくなった、残念だな。いやーでもこれ見てるとグラナダにも艦隊向かってきてるんで微妙だな本当に。なザクを2機さらに失った。こうなると厳しいよな。キリマンジャロを改めて奪還しなきゃいけないっていうことになるよね。ここは自分で戦闘の指揮を取りましょう。なんとしても取り返す。なあ、ちょっと待って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 、ズゴックがさ相手のものになっちゃったわけね。で、自分が動かせるズゴックはなし。いやもうこれ勝ち目ないだろう、さすがに。バワークは任せちゃって大丈夫でしょう。キリマンジャロがちょっと本当に悔しいですね。ザンジバル改良型の開発が完了したね。まあ、基本的にはもうザンジバル、今後の地球降下作戦のダメージザンジバルを量産していきます。ザビ家専用モビルアーマー、まあ、これはもう持ってるので作らなくてもいいかな、改めてお金を使ってまではっていう感じはしますけど。で、あとはモビルスーツを生産していきます。今回こそ、地球に降下することを考えて高機動型ゲルグ、高機動型ゲルググかな。量産型のゲルググが欲しいところですけど、あとはキャノンだよね。キャノン、ゲルググキャノン、ゲルググキャノンを量産した方がいいかな。 OK だ。でもう残念ながらここはどうにもならないので、もうこの部隊で今キリマンジャロを取りに行くことが叶うのかどうかっていうところですね。あとはもう、キリマンジャロを果たして取り返せるのか。
で、あと、バーワークーに敵が集結しつつあるので、先に舞台で、まず、ビグザムにガルシア乗せてるの、これ、どうする？変える？シャー、ダロタ、フロンタル。いや、このあたりはやっぱり、乗せたいよね。ニュータイプ機に。シャーをジオングへ。で、あと、そうだな、エルメス、ブラウブロ、エルメス2機、ハマーンとマリーダが乗ってるので、そうなると、どうしよう。せっかくのニュータイプ機なんで、ニュータイプにフロンタル乗せたいけど、とりあえず、ビグザムに、フロンタルを乗せちゃう？それか、エルメスってもう一機、誰かが乗ってた気がするんですよね。乗ってる。ブーンが乗ってる。ここに、フロンタルを乗せる。これが一番でしょう。あとは敵の撹乱のためにアクトザクを展開します。自分で操作しないと敵に撃破されちゃう動きをしちゃうので、ここは。ザンジバルにダロタ乗せときますか、一人残ってるんで。で、あとは、ブーンには、お、バーミンガムを捕獲してる。これは嬉しいな。ビグザムに乗せよう。さて、これで OK かな。で、これを見る限り、グラナダにも敵艦隊やってくる気配があるので、グラナダにも次のターンで増強をかけた方がいいかもしれませんね。で、ザンジバル海は、そういう意味ではグラナダに輸送しましょう。で、アーバーワークーで敵を迎え撃つ。並行して、ルナ2攻略作戦を発動します。まずは部隊の再編からしていきましょう。ゲルググの量産型。これを、ザンジバルに。いや、本当にね、強いですよ。ゲルググの量産型は。むちゃくちゃ作ってあるけど。これでまず、ザンジバル一隻。コーズンのザンジバル。これを出します。ちょっと足が遅いで。まあ、しょうがない。どっかで、進軍スピードを高めるために、ここは考えた方がいいかもしれませんね。あとはバーミンガムに乗せちゃいますか。せっかく捕獲したバーミンガム。おっと、バーミンガムに乗せられない。じゃあ、しょうがないだ。バーミンガムは何機乗せられるの？あんまり乗せられないのかな？ちょっとよくわからない動きになってるけど。まあ、チベに乗せよう。コンスコンのチベに。コンスコンもね、ドムじゃなくて、ゲルググを乗せるので。あとはビグロとかこの辺りのモビルアーマーは先行して出しちゃおう。あれ、もしかしてバーミンガムって、何？モビルスーツ乗せられない。モビルスーツを搭載ゼロだね。もう完全な戦艦だな。バーミンガムに関しては。あとはビーグルを2隻。いや、2機。いや、ビグザムはちょっと足がとろくても、まったりまったりでもいいので、進軍させたい。で、あとはゲルググをザンジバルに乗せていきましょう。
ザンジバルがもうちょっと足が速いと助かるんだけどな。で、さらにというところかな。で、一部はやっぱりどうしても防衛のために残しておく必要もあるので、それらを、まあ、鑑みながらというところですかね。ルナ2を落としたらキリマンジャロが取られてしまった以上は、もう地球に向かっては完全に降下作戦を行っていかなきゃいけないっていうのがあるので、まあ、そのあたりも睨んだ、ザンジバルの量産を行っているんですけど、本当に痛いですね。リックドムは残しとく、むしろリックドムは残しとこう。で、リックドムを残している代わりに残りを全部ルナ2攻略に向かわせましょう。まあ暗礁中域から現れた敵の艦隊が動きがちょっとわからないというのもあるんで、バルバロも出します。バルバロとかはやっぱり足が速いんで使いやすいは使いやすいですね。逆にビグザムとかは本当に使いづらい。エルメスも出撃させよう。ただこんだけのモビルアーマー、モビルスーツを出してれば、まあある程度余裕を持って、まあイージーとはいえ敵を殲滅することはできそう。ルナ2も意外とサクッと落とせそうな、そんな気はします。で、これでザンジバルをもう一隻出して、ムサイも出せるよね。で、あとはリックドムが何機か残ってるので、リックドム以外を、リックドム2以外かな。を、出撃させていきましょう。シーマド、ゲルググも出していきます。ビグロが2隻残ってるので、このビグロも出したいね。これで一通り乗せ切ったかな。空のザンジバルも1隻だけは残しておいて、残りは出撃させる。ムサイは地球に降下できないので、まあ、コムサイを射出させれば、まあ、別にはなりますけど。これでどうなった？リックドム2が2機残っちゃってるんで、これは出そう。よし、これでいこう。こんだけの部隊であれば、十分にルナ2は攻略できるでしょう。で、心配なグラナダは、増強をかけつつ、目下戦闘に入るであろうアーバーワクーは、ご覧の陣容で万全という状況ですね。アクトザク部隊はよってこの辺りの中域を制圧したいけど、あまり活発に動くと危ないので要注意かな。では出撃させていきましょう。いやー、もうこの辺り盤石すぎるな本当に。
ジオング、シャアのジオング。もう一機エルメス、ララーのエルメスも出しちゃおう。まさにニュータイプ部隊だな。で、さらにブラウブロも出して、ブラウブロもニュータイプ攻撃。あとはビグザムをさらに出す。こんなところでおおよそ型がつくでしょう。モビルアーマー部隊による敵の選別。あ、しまった。シャアの攻撃見たかった。ジオングの攻撃見たかったですね。まあ、次のターンでも使えそうなので、次のターンで確実に、ジオングのファンネル攻撃見ましょう。いやー、ジオング結構ダメージ食らったな。まあ、次のターンで確実に全部隊を撃破するとしてもだ。いや、キリマンジャロもう無理だな。増強されすぎてる。残念すぎるな。キリマンジャロちゃんと増強しとくべきでしたね。さあ、バウアークーガルも艦隊発進させますか、そろそろ。開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。開発部の報告。ドワッジ強化型開発完了ですね。あとは要塞強襲用モビルアーマーアプサラス2の開発、これも完了しているので生産が可能な状態になっています。では今回もまずは研究から金を投資していきましょう。で、まずグラナダ方面から確認します。グラナダ、敵の艦隊が来るね。グラナダでモビルスーツを作りましょう。作るモビルスーツですが、まあ、ゲルグキャノンだな、無難に。ビッグドンとゲルグキャノンだけっていうのはちょっと心配だけどね。そうすると、あとは、輸送しとこう。ドワッジとアプラサスを、ちゃんと言えてないね。グラナダに出しておきましょう。ヘビーガンダムガンキャノン。危険だな。グラナダ、守りきれるのかちょっと不安がありますね、これ。一部の部隊を回す。ビッグドーム系を。輸送しちゃおう。危ないんで。で、アクトザクは制圧を継続して行わせましょう。でだ。こっちよ、こっち。
ビグロは一旦戻して、問題はここだよな。でさらに艦隊を出しましょうか。で艦隊を出すにあたってはもうこの後そのまま攻め込むことを前提に、乗せていっちゃいます。あーバオワクーにも少しは艦隊、あるいはモビルスーツ部隊残しておく必要があるので、そこだけ考慮に入れておきます。攻撃戦に強そうだからな、敵のバーミンガム級は。なんといってもモビルスーツの搭載能力を持たずに戦艦としての機能に特化してるんで、まあ危険は危険ですよね。これでいいかな。まずはソロモンの部隊を動かし忘れているようなので、これを処理し合いましょう。モビルアーマーは敵のね、拠点を制圧できないという欠点があるんで、フロンタルのエルメスは期待大だな。あと足の遅いビグザムを、まあ、しっかりついてこさせることかな。なのでビグザムは一応補給線上、まあ補給線整っていないんですけども、補給線上にしっかり乗せておきましょう。いつでも足を早められるように。あとムサエもねちょっと足が遅いので、これもね、しっかりついてこさせましょう。でキリマンジャラはもう捨てる、どうしようもないんで。ブラウブロとエルメス1機をグラナダに出しましょう。シャードビット攻撃、よし、ニュータイプ部隊の攻撃で一掃しましたね。じゃあこのままアーバーワークーからもルナ2攻撃隊を出していきます。
ザンジバルとか沈められるの最低なことになるんで、そうならないように注意だけはします。ご指示を。めちゃくちゃ硬くなってそうだな地球が。さあグラナダ方面どうなるかというと、グラナダも守りきれそうだね、この戦力であれば。じゃあグラナダは一旦このままにしておいて、他の戦域の確認をしていきましょう。届かないか。だったらこのまま敵を迎え撃つでいいかな。まあ、ここも足の遅いビグザムがいるので、しかも2機も。エルメスの回復をどこでやるかだな。乗せられない大きさになっちゃってるんで、エルメスは。できればね、エルメスはエネルギーがフルの状態で動かしていってあげたいなっていう思いはあるんで、バーミンガムも砲撃戦メインになるぐらいだったら、いっそのことどうだろう、イニシャって適当に徘徊してもらう、制圧で。そうすれば何もしなくてもきっと適当に動いてくれると思うんで、それでいきましょう。で、生産するのはモビルスーツを生産していこう。まあ、ここからはゲルググキャノンをベースに地上での戦闘を睨んでいこう。敵のモビルスーツ部隊は残り5機、グラナダ・アーバーワークの中間地点に展開してるんで、まあ、これはね問題なく破壊できるとは思うんですが、心配は心配だな。大丈夫だね。ビグロが一機、だいぶ減らされましたね、今。見た感じでは。グラナダは問題ないでしょう。リックドム、10機ぐらいいるんで、これで、撃滅できます。キリマンジャロを取り返すのはもはや不可能となったので、効果作戦のためにザンジバル、あるいは
両方対応可能なモビルスーツを増やしておきましょう。これでグラナダ防空方面は完全に型がついたので、続いてルナ2だな。いや、フロンタルとかこの辺りは温存したいんで先に進んじゃおう。でビグロも一隻傷ついているのがいるんで、これは格納しちゃう。で、で砲撃戦を中心に、敵を沈めていく。まあこの量産型のゲルググはね、本当に改造して強く育ってるんで、まあ、安心して見てはいられますね。だけ量産型のゲルグをぶつければ問題ないでしょう。次のターンでバーミンガムが居座っている、拠点を一旦制圧しちゃいましょう。よし、順調に来てるね。これでルナ2攻略したら完璧だけど、やっぱりこの地球近辺に敵の部隊がちょこちょこ打ち上げられてくるんだな。だからこの辺りの対策をしっかり練らなきゃいけないのね。モビルアーマーだな、そうなると。モビルアーマーのビグザムを展開させるのが一番いい気がする。ただ、ビグザムだと、ビグザムだと、補給ができないので、そうなるとジオングだよな、ジオング。ジオングは一機しか作れないのか。いやー、これ、地球に向けてガシガシ上がって、地球からガシガシ打ち上げられてくる奴らが鬱陶しいからな。とりあえず、ザンジバル海を、作っていくためのお金を貯めましょう。で、その過程で敵の上がってきた部隊を叩き潰しながら進んでいくっていうのがいいかな。いや、ビグザムの補給とかがちょっとまともにできないと思うんで、そこだけ心配かな。
このままだともう本当にモグラ叩き的に、地球から打ち上げられてくる、部隊を相手にする必要が出てきて、そのために戦力を残さなきゃいけないっていうのはかなり厄介な状態にはなりますね。土台改改良型、まあ、これはいいかな、落ちとこう。でモビルアーマーを開発して、あとは全ての資金を、モビルアーマー、モビルスーツ、これの生産に当てましょう。ビグザム作りたいけど、ビグザム作ってもな、置くところがないというか、そういう懸念があるんだよね。まあ、ちょっといきなり全然違う話するんですけど、去年はね、タイに、まあ、このチャンネル、あるいはツイッターの方を覗いてくれている方は、ご存知の方も多いと思うんですけど、毎月タイに行ってたんですけど、今年はまだって言ってもまだ2月になったばっかだと思うんですけど、タイに行ってなくてですね、この後は、一応、いつだったかな。5月のゴールデンウィークにタイに遊びに行く予定にはなってます。それまでちょっとタイに遊びに行く予定がなくて寂しいんですけど、やっぱタイにね、ちょいちょい遊びに行かないと。寂しいは寂しいよね。ちょっと懸念しなきゃいけないのが、やっぱり二正面作戦になりそうな感じがしてきましたね。ルナ2に向かう部隊とモグラ叩き部隊、つまり地球から上がってくる敵の部隊をポコポコポコこう落としていく部隊もうちょっと分けなきゃいけなそうな気配がしてきましたが、これは仕方がないかな。エルメスのララとシャリアブルのブラウブルは一旦回復させよう。ハマーンはここじゃ回復できないな。回復できる場所って多分決まってるはずなんですよね。コロニー回復できないんだ。
困ったな。できればエルメスの砲撃はむちゃくちゃエネルギー使うんで、どっかで補給を入れてあげたいところなんですけどね。さあではルナ2に向かう、途中で敵の艦隊と交戦に入ります。ここもできるだけ味方の損害は少なくしていきたいところですね。ダブデが落ちて、いよいよ地球での戦力が皆無になると。ザンジバルが落ちる。いやー、ダロタさん頼むぞ。余裕を持たせてるとはいえ、ザンジバルは貴重なんで残しておきたかったな。お、これはパーフェクトジオングですね。ではパーフェクトジオングは開発して落とされたザンジバルの代わりにザンジバル海を生産していきます。コンスコンさんは大丈夫でしょう。この程度の損害だったら。ニックドム部隊も出撃させて敵のペガサスキーを落とします。敵のジムごとき粉砕する。あんまりエネルギー無駄遣いしてもしょうがないんで、もう確実にビグザムの攻撃、含めて敵は落とせると思うので、残りは動かすだけにしましょう。問題はこっちだ。こっちが全員落とせるかどうかちょっとクエスチョンだね。あとは敵、地球から上がってきてる部隊の動きも確認しとこう。いや、結構上がってくるね。塞いでおきたいわ、この辺り。むしろここにいる部隊は、地球から上がってくるのを防ぐ部隊っていう名目にするのもいいかもしれないで。蓋をする部隊ということで。そうしよう。エルメスは戻すとしても、そういう使い方をしないといけないかもしれませんね。二部隊。
何残った、残ったか一気。これで味方が落とされるようなことになると目も当てられない。土台が、土台一機だけ残ってるけど。ガルマ、ゲルググ、シャーゲルが沈むか。まあ誰も乗せてなかったんでしょうがないといえばしょうがないですけど、この辺り爪の甘さがイージーなんで救われてますけど、イージーじゃないモードでやっちゃうと、ちょっと問題かなって感じですね。では生産します。ここはザンジバルをもう一隻作って、あとモビルスーツですね。ゲルググをやっぱり作っていかざるを得ないので、ゲルググを作っていきましょう。シャーゲルでしょ。あとはゲルググ量産型は残ってるんで、ガトー専用ゲルググも作っちゃおう。で残りはゲルググキャノン。たまにね、反応してくるんですよ。Google なんちゃらさんが。ない、こんなところに敵の戦艦がいた。やってくれるな。フロンタルがちょっとピンチなんだよな。さあモビルスーツ部隊出していきましょう。取り逃しはここに来てしたくないですからね、絶対に。よし、これでいいかな。じゃあ時間を進めましょう。アルビオンを沈めましたね。やっぱりバーミンガムは硬い。とにかく硬い。モビルスーツの搭載能力持ってないのが唯一の救いですけど、バーミンガムはこの後ドコスギアとかゼネラルレベルにレビールにつながる艦艇らしいので、
地球から上がってきた連邦艦隊との戦いになる。ザンジバルが一機危ないのがいるね。回復させたいな。ご指示を。ソロモンはモビルスーツ今生産中だよね。どうにもならないので、いや作れるのだけ作る。ビグザム作っとくか。ビグザムは地球でも運用が一応できるといえばできるんで、そのために作っておきましょう。こっからはもう散布しながら進みましょう。前衛部隊は。ビグロは今のうちに回復する人は回復する。ビグザム量産の暁にはという言葉がありましたけど、ドズルさんのまさにその通りで、ビグザムむちゃくちゃ硬いんですよね。さあフロンタル最後の一撃になるな。これ一番ぶっといところにぶちかまそう。これでグラナダ方面の支援していた部隊もルナ2に向かって進軍が進められる状態になってますね。地球から上がってきたこいつらだよね。厄介なのが、ガルマが危ないので、ちょっとガルマは一旦下げよう。貴重な戦力を、しかも欲しくてたまらないザンジバルを失うわけにはいかないので、よし、こんなところかな。では時間がね1時間経っちゃいましたので、今回はここまでにさせていただいて、次回引き続きね、ちょっと今回あまり進捗出せてないんですが、ルナ2攻略を行っていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。